グッドさん、グッドさん、起きて起きて、ちょっと、グッドさん、起きてほら、起きて、ちょっとすいません、引っ張り上げられたトドじゃないんだから、もう安定してるんですか、安定じゃない、安定して、もう、あ、ごめんなさい、すいません、ちょっと、じゃあ早く、はい、いや、なんか妖怪かお前は。お疲れ様でした。かなりお疲れのようなんですけれども、まずは自己紹介からお願いします。はい、わかりました。どっちが自己紹介する？こっちからどうぞどうぞ。2時3時の神田翔一でーす。みんなも運動してくれたかな。はい、そして、はい、2時3時の清掃担当群藤美玲です。皆さんお疲れ。蹴られた気がするな。蹴ってない。今の気を置くと。なるほど。はい、軍艦です。軍艦？あ、そうです。はい。田舎のいいお二人に見えますが、まずはこの曲を選んだ理由っていうのは何なんでしょうか。何なんでしょうか。まあ、とりあえず明るい歌を歌おうぜっていう話をして、でとりあえずじゃあなんかいろいろ上げた中で、でちょうど。ちょうどね、1年ぐらい前、2時3時のハッピーアワーっていう番組で会員パートだったんですけども、そこでお願いマッスル歌わせてもらって、まあ、そういえばこの前はその時歌ったから、じゃあできるねっつってハッピーアワーの時に選んだお願いマッスルをまた選んだというね話です。はーい。宇宙男子たちが。はい、こんな感じです。ありがとうございます。結構なんか動きもあったんですけど、練習とかも結構されたんですか？そうですね、まあ、今見てもらったような動きをですね、練習の時私はぶっ続けて5回6回やってたので、5分ぐらいの歌の中でずっと動き続けるのを5分6分が5回6回やって、もう30分ぐらいずっと動いてて、もうその時はヘロヘロでした。でもこの人は寝転がってるだけでした。違います。正しくちゃんと時間通りに来てちゃんと頑張っておりました。時間通りの話別に今してないんだけどな。ルーノさんはリハーサルに15分遅刻してきました。15分遅刻してきたんです。ちょっと眠かってんだよ。だってよ。はい、まあ、こんな感じです。はい、ありがとうございます。ではスタジオの方にお返しします。ありがとうございます。バイバイ。